よ旅立つ船は宇宙戦艦ヤマト宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ無限に広がる大宇宙、この無数の星々のきらめきの中に様々な生命の営みがある。愛、希望、野心、戦い、それは地球人類の営みと何ら変わることはない。そして今、この大宇宙の一部で一つの戦いが終わった。時に西暦2201年、無限に広がる大宇宙、この無数の星々のきらめきの中に様々な生命の営みがある。愛、希望、野心、戦い、それは地球人類の営みと何ら変わることはない。そして今、この大宇宙の一部で一つの戦いが終わった。時に西暦2201年、宇宙の邪悪な侵略者白色彗星帝国との戦いの中で、ヤマトと戦ったデスラーは古代スムとの間に芽生えた奇妙な友情に思いを馳せつつ、新国家の建設を目指し、新たな惑星を求めて大航海の途についていた。諸君、ガミラス大帝星を離れてすでに2年余り。だが、我々は決していたずらに宇宙を放浪していたわけではない。大ガミラス帝国の再建、ガミラス民族の復興、この宿願を果たすためである。諸君、宇宙は広大である。我々の新国家となるべき惑星は必ず発見されるであろう。故に十分に戦力を増強し、来たるべき日に備えなければならない。揺るぎない本性を築き、周辺の星々をことごとく打ち従え、偉大なるガミラス帝国を再び大宇宙の盟主とするのだ。これより我が母なるガミラス星に立ち寄り、一目最後の別れを告げた後、新天地への大航海に向かう。諸君の今までの苦労に感謝し、なお一層の忠誠を期待する。おガ
ガミラス星に進路を取れ。一方、白色彗星帝国との激戦の末、かろうじて勝利を収めたヤマトは、傷ついた姿で地球へと帰還した。この物語は、白色彗星との戦いが終わった1ヶ月後から始まる。では1ヶ月の間に各都市の復興が急ピッチで進められていた。人類は再び立ち上がり歩き出そうとしている。あれからもう一月か。病院の窓から見てる時もそう感じたけど、復興のペースが上がってきたみたいですね。だがアフリカの方はまだひどいらしいぜ。直撃を受けた際、日本の10倍以上の面積が消し飛んだそうだ。でもテレサがいなかったらもっとひどいことになってたかもしれないんだよな。おい、オタ、公会長の前じゃテレサさんのことは禁句だろ。ああ。いや、いいさ。テレサは死んでなんかいない。生きているんだ。俺の中でな。俺の体にはテレサの血が流れている。そしていつか俺の子供たちがその血を世界中に広げていくだろう。テレサはもう一人じゃないんだ。みんな退院おめでとう。ユキさん、お久しぶりです。おいおい、アナライザー、久々に会ったっていうのに退院したての俺たちには一言もなしか。野郎どもに興味はありません。私だって体中にガタが来て修理にかかっていたんです。見てください、ユキさん、この新品同様のボディ。どこがどう変わったんだ。うるさい。南部の野郎はメガネを変える必要がありますね。なんだと、こいつ。元気そうね、アナライザーも。それが私は元気なのですが、佐渡大先生が。佐渡先生がどうかしたのか。ありゃりゃ、佐藤先生どうしたんですか。実に許しがたい。いくら復興が急務とはいえ、酒を作る手間を省いてどうしろ。まったくこの配給品のご世話ときたな。じゃあ飲まなきゃいいじゃないですか。飲まないぐらいなら死んだ方がマシじゃ。冗談ですよ。はい、これ真田技師長からの差し入れです。おお、さすがは真田君じゃ。物事をよく分かっちょる。ん、そういえば古代のやつと真田君はどうした。艦長代理と技師長は彗星帝国の残党を一掃するための作戦会議に出席してるんですよ。もうそろそろ終わる頃だと思いますけど。しかしまさか彗星帝国に生き残りがいやがったとはな。ゴキブリ並みにしぶとい連中だよ。また戦いが始まるってことか。
古代くん。というわけで、パトロール部隊がカイパーベルト外周部で中隊規模の艦隊を確認したそうだ。また、未だ敵の兵站基地となっている第11番惑星で高度の熱反応をキャッチしている。第一の目標は、我々の太陽系の共有財産であるこの第11番惑星を取り戻すことだ。水星帝国残党軍がここを失えば、太陽系内への進攻の足がかりを完全に失うことになるだろう。だが、我々がまずしなければならんのは、土星圏に集結し、戦力を増強しつつある敵残存艦隊の一掃だ。各艦の作戦行動内容は、配布した書類に明記してある。よく目を通しておいてくれたまえ。以上だ。解散。雷王作戦。ヤマトと数隻の主力級戦艦のみで敵を高速中央突破。一点集中攻撃か。頭の固い防衛軍にしてはなかなか奇抜な作戦ですね。それなんだがな、古代、あの作戦の原型は宇宙戦士訓練学校を出たばかりの新人が立案したものらしいぞ。新人が？まあそう驚くことではなかろう。14万8000光年の彼方にあるイスカンダルまで行き、地球を救ったヤマトを指揮していたのは誰だった？ひよっこだったお前だろう、古代。ひよっこっていうのはよしてくださいよ。それにしても雷王作戦というのは少し物々しいですね。神話のゼウスからでも取ったんだろう。ゼウスは雷を持って万物に罰を与える神だからな。罰ですか。おお、やっと会議が終わったか。さあ、機関長や加藤たちが待っとるぞ。行こう、異形の丘へ。親父、訓練学校を卒業できたよ。君は？はい、元ヤマト機関長、徳川彦左衛門の次男、タスケです。徳川さんの？そういえばお父さんにそっくりだ。皆さんのことは父からよく聞かされました。実は僕も宇宙戦士訓練学校の機関部を無事卒業しまして、まだ配属先は決まっていませんが。そうか、お父さんの後を継ぐのか。頑張れよ。はい、失礼します。英雄の丘に眠る戦士の皆さん、今日負傷者全員無事退院することができました。徳川機関長、加藤、斉藤、最後まで任務を全うし、不幸にして戦いに倒れた多くの友よ、我々は君たちを決して忘れることはないでしょう。我々は諸君の高価な犠牲によって勝ち得たこの平和を永遠のものとして守り続けていくことを誓います。
宇宙戦艦ヤマトの戦士の霊黙祷。黙祷、終わります。敬礼。まで修復できたものだ。しかも環境や外装だけじゃない、波動エンジンもイスカンダル製のオリジナルをもとに改良されてあるそうだ。生まれ変わったヤマトか。ん？あの人は。皆さん、退院おめでとうございます。山崎さん。山崎さんじゃありませんか。ああ、新機関長を紹介します。みんなも知ってるとは思うけど、徳川機関長の片腕だった山崎さんです。山崎です。機関部の整備に手間取りまして、迎えにも上がれず申し訳ありませんでした。いつ退院したんですか。私は軽症でしたから、すぐに。そうか、山崎さんがいるなら安心だ。ずっとヤマトの面倒を見てくれていたんですよ。これからもしっかり頼みますよ。はい。古代、みんな、山本、久しぶりだな。山本、元気だったか。ああ、俺は前の戦いでみんなより先に戦線から離脱しちまったからな。加藤の死に際を見てやれなかったばかりか、俺は。山本君、心配するな、俺は大丈夫さ。こうしてヤマトに乗り戦い続けることが死んでいった奴への一番の供養なんだ。おっと、もうすぐ新入りたちがやってくるな。行かなきゃ。さて、コスモタイガー隊隊長としてビシビシ鍛えてやるとするか。そうか、新しい乗組員たちがもうすぐやってくるな。昔の古代君たちを思い出すわ。現れたぞ。申告します。徳川助け以下機関部卒業生30名、ヤマト乗組を命ざられました。そうか、ヤマトに乗ることになったのか。お父さんも喜ぶだろう。
はい。申告します。北野以下戦闘部および航海部卒業生29名、大和乗組を命じられました。よし北野、お前は第一環境勤務だ。航海範囲として島航海長からレクチャーを受けてくれ。徳川、お前は機関士だ。分かっていると思うが、生半可で務まるものじゃないぞ。気合を入れていけ。はい、はい、よし、本艦は諸君を歓迎する。直ちに隊員服に着替えて配置につけ。了解了解。徳川さんのせがれにしちゃなんだか頼りないな。自分のことを棚に上げてよく言うよ。お前だって新入りの頃はああだったんだぜ。そうかな。なに、人後悔すればちゃんと一人前になれるさ。それにしてもあれが噂の来たのか。シマ、知ってるのか。なんでも今期の宇宙戦士訓練学校を首席で卒業した秀才らしいぞ。例の雷王作戦の原型を立案した新人だよ、古代。そうか、彼が未来の艦隊指揮官かもしれませんよ。なんたってエリートコースだもんな。それじゃ、あいつが出世して手が出せなくなる前に徹底的にしごいておくとするか。やりすぎるなよ、島。冗談さ。坂本茂以下、飛行科卒業生54名、大和配属を命ぜられました。坂本？そうか、お前が坂本か。お前のことは聞いてるぞ。なかなかいい腕を持ってるらしいな。出なきゃ大和に配属されたりはしませんよ。鼻っ柱の強いやつだ。へし折られないよう気をつけるんだな。よし、新入りども、俺がコスモタイガー隊隊長の山本明。お前女か。椎名明です。よろしくお願いします。明、俺と同じ名前じゃないか。そうですね。道理で男っぽいと思ったよ。よくそう言われます。でも知りませんでしたね、エースパイロットの山本さんは性別にこだわるような人だったな。こいつ、揃いも揃って生意気な新入りばかりかよ。まあいい、よく聞け新入りども。いざ戦いとなれば俺たちは最前線に飛び出さなきゃならない。文字通り宇宙に飛び出すんだ。そのためにも訓練は厳しいものにする。覚悟しておけ。望むところですよ。ええ、その元気がいつまで続くか試してやるさ。よし、全員配置につけ。徹底的にしごいてやる。はい。北野、準備できました。徳川助け、並びに機関班、準備よし。よし、新乗組員、よく聞け。大和はこれより直ちに出発する。まず諸君らの訓練と並行して、大和は最初の目的地である木星圏への航海を行う。次に木星のガニメデ基地にて友軍艦隊と合流後、土星圏を経て第11番惑星へと向かう。みんなも知っているとは思うが、土星圏には白色彗星帝国の残存艦隊が集結しつつあり、11番惑星も敵の主要兵站基地になってしまっている。したがって木星までの航海中、訓練は実戦同様に行う。一日でも早く諸君に立派な宇宙戦士になってもらうためだ。出航準備、総員配置につけ。
いきなり出航、そして実戦か。厳しい航海になりそうだな。何を言ってるんだ航海長。お前たちだってヤマトに配属された頃はそうだったんだぞ。そりゃあそうですね。よし、北野、木星圏まではお前が操縦の指揮を取れ。え？私がですか？お前はトップで卒業したんだ。操縦のプロセスぐらいは十分マスターしてるだろう。さあ、復唱しろ。はい。北の木星圏までの操縦任務を担当します。フシマ、大丈夫なのか？何？いざとなりゃ俺がついてるさ。な、北野。北野、力を抜け。はい。肩の力を抜くんだよ。はい。補助エンジン内圧力上昇。始動30秒前。艦内全機構異常なし、エネルギー正常。補助エンジン動力接続。補助エンジン動力接続。スイッチオン。微速前進 0.5。 微速前進 0.5。 いいぞ、その調子だ北野。はい。波動エンジン内エネルギー注入。波動エンジン内エネルギー注入。シリンダーへの閉鎖弁オープン。おい、何をぼやぼやしとる。閉鎖弁オープンだ。はい、閉鎖弁オープン。よし、波動エンジン内エネルギー充填 120%。 フライホイール始動。フライホイール始動。波動エンジン点火10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1。ヤマト発進。見てるか、みんな。見てますか、沖田さん。ヤマトは新たなる航海に旅立ちます。